ドラフト1位指名の立教大庄司恒成さん。今年10月に行われた日本野球機構ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから1位指名を受けた立教大学硬式野球部に所属する庄司恒成さんは今月5日、母校である新潟明訓高等学校を表敬訪問した。明訓高校の玄関で出迎えを受けた庄司さんはまず理事長室へ向かい、中山道夫学校長と庄司さんが高校当時に監督だった本間健次郎教諭と面談した。石井監督から控えたんです。これがなんか入場用のパスで、これがはい、庄司さんはドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスの石井和久監督が身につけていた入場パスと指名権を獲得した際に引き当てたくじを譲り受け、それを披露するなどし1位指名と入団の報告を行った。面談の中で庄司さんから明訓高校に対し座右の銘を書いた色紙が送られた。座右の銘には庄司さんが大切にしている言葉という「真は力なり」と書き、中山校長に手渡した。また本間教諭は庄司さんへの手紙を用意し、高校当時のエピソードやその当時の思い、そして今後への激励の言葉を送った。入学して野球が楽しいと言ってくれた君の顔が今でもはっきりと思い出されます。この新潟明訓高校の野球部で共に汗を流した仲間の一人として心からお祝い申し上げます。高校時代を思い返せば、3年生の春夏の大会で君をマウンドに送りながらも初戦で敗れたことは本当に悔しくて、申し訳ない気持ちです。君と勝ち進みたかったです。君はどんな試合に敗れた後も一切の言い訳や負け惜しみを言いませんでした。今君はプロ野球界という大きな門を開きました。プロ野球選手は多くのファンにとって夢であり憧れであり、時に生きる希望です。これからも自分自身のビジョンを描いて実現していってください。心から応援しています。これからのプロ野球界での活躍を心からお祈りして、お祝いと激励の言葉といたします。頑張ってください。本間教諭と再会した感想について庄司さんは、本当に3年間お世話になっていたので、こうしていい報告ができたことは野球人として喜ばしい気持ちと話した。お願いします。久しぶりに母校に来られたと思うんですが、まずどのような感想をお持ちでしょうか。
まず3年間歩いた駅からの道を歩いて本当に寒かったんですけど、まあ懐かしいなって思いもありつつ、でいざ校門くぐったら本当多くの方々に迎えていただいて、あれだけのなんか歓迎の、準備もしていただいてたので、本当にありがたいなっていう思いで思いになりました。当時の監督にお会いしまして、どのような感想をお持ちでしょうか。まあ、本当にずっと3年間お世話になってましたし、当時もすごい僕のことを面倒見ていただいていたので、まあ、こうしていい報告が改めてできたっていうのはすごい僕自身も、まあ、恩返しというか、でそういう意味で、まあ、野球人として一番まずは報告ができて喜ばしい気持ちでいます。チームの力になり、どういう意味があるんでしょうか。まあ、やっぱり自分を信じて何か物事に取り組むっていうことはすごい大きな力を生むと思いますし、まあ、自分だけじゃなくて他に周りの人だったり、まあ、何か信じるものを持つっていうのはすごい生きる上で自分の中では大事にしているので、そういう意味で書きました。面談後、庄司さんが校舎内を移動する際には大勢の生徒たちが待ち構えており、拍手や声援で出迎えられた。生徒たちが手を振り、名前を呼ぶ生徒たちに対し庄司さんは笑顔で手を振り応えていた。庄司さんは明訓高校野球部の室内練習場に移動し、後輩である現役野球部員たちとの交流を図った。明訓高校野球部主将の小西健吾選手がお祝いと激励の言葉を送ったほか、花束贈呈や記念撮影を行った。小西選手は、プロ野球は自分たちが想像できないくらい厳しい世界だと思いますが、自分を信じてプレーして日本を代表する投手になってください。庄司先輩の活躍を励みに自分たちも日々成長していき、来年の夏は絶対に甲子園に出場しますと語った。練習場、室内練習場だと思いますが、どのように感じていますか。なんかいろんな機会が増えてるなって、はい、なんか狭く感じます。ここでやってたな、すごい思い出深いです。まあ、この狭いって言っちゃあれかもしれないですけど、この限られたスペースで本当にいろんな練習したなと。自主練習するときは大体室内でやった、そんな記憶が蘇ります。秋の大会も優勝してますし、期待できる後輩たちだなって、頼もしいなってすごい思いますし。明訓高校野球部員に期待することについて庄司さんは、高校野球なので甲子園を目指してほしいですが、それ以上に明訓野球部らしい価値のあるものを何か残して生み出してくれたらいいと思う。
期待しているので頑張ってほしいと話した。また今後のプロ野球選手として活躍していく中で、明訓高校の後輩や新潟県民へどのような姿を見せていきたいかとの質問に対し、庄司さんは、同じ新潟県民として誇らしく思ってもらえるよう、プレーだけではなく日々の振る舞いの姿も一流になれるようにやっていきたいと語った。